新潟の動画を見るコーナー、イエーイ。動画が見られるんですか？そうなんです、動画が見られるんですよ。動画を見るの？そうです、動画を見るんです。今回は街録に挑戦してきました。あなたの特技自慢を教えてください。ちなみに私の特技はモノマネです。エクバーカイのうてしやね、19歳ムムテカネコです。あ、似てる。あ、似てます。すごい、似てる。やった。すみません、こんにちは。あなたの特技自慢あります？ちなみに私の特技はモノマネなんですけど。はい、どうでしょう。毎回披露するのね。どう、似てる。どうですか？似てる、似てる。でもこんな感じでした。トゥワイスに会いました。え、トゥワイス、どこでですか？東京です。すごい。ライブ？いや、たまたますれ違いました。メンバー全員？いや、2人でした。誰がいたんですか？モモとチヨン。ちなみにトゥワイスファンとかですか？いや、そんなに。ちなみに私めちゃめちゃトゥワイス好きで。あ、すいません。新潟来る前に最後にライブ行こうと思ったらコロナでトゥワイスに会えなかったので、今めちゃめちゃ羨ましいなって思って話聞いてました。すいません。すみません。あなたの特技や自慢ってありますか？ドラムができます。いつからやってるんですか？ドラムは小学校2年生からやってます。この方結構面白い。あ、動画とかってあったりします？いや、持ってないですね。叩ける曲ならあるんですけど。歌いながらですか？やってくる。歌いながらはいいです。ずかずか。はい。よくやってくれたね、これ。新潟駅でしょ？そうなんです。駅前で一人で叩くんですけど、足もちゃんと。そう。でもこれ。歌はいつ歌われるんですか？これから。あ、ごめんなさい。大丈夫です。邪魔しちゃった。ちょっと飛びますね、これ。じゃあ、ちょっと。すみません。タイミングが。そうなんです。全く習い事やってなくて。なんかやりたいなって思ったのと、あと音楽を最初結構ちっちゃい頃から聴いてたので、それから始めました。将来の夢って何ですか？将来の夢は、まあ、このベイスターズっていう野球の球団が好きで、その球団職員とかになれればいいなと思ってますね。なんでこうベイスターズ好きなんですか？2017年にその野球での日本一を決める大会っていうのがあって、それでまあ結局負けちゃったんですけど、そんなに野球の中にはない IT 企業の野球チームで限られた戦力でも勝てるっていう、それに惹かれました。すみません、NST なんですけれども、ちょっと あなたの特技や自慢できることをお伺いしたくて。特技はギターですね。ちなみに腕前は？すごいね。腕前は、いやでも全然、そうです、一つのバンドができそうな。普通なんですよ。割とビジュアル系なルナシーとか、割とちょっと昔めな。結構好きで。ちょっと今エアギターとかできます？どうしよう、君はやってくださるんですよ。すごいですよね、優しい。やっぱり自分仕事しながら、まあ、ちょっとでっかい夢なんですけど、武道館でライブしてみたいな。へえ、自分で作詞とか作曲とかされるんですか？それたまに。最前ここで即興で何か一曲、今の気持ちを乗せて一曲一緒にやってほしい。人に囲まれるとアイディアが出てこなくて。まあ、はい、僕が言うのもなんですけど、ここでひよってるようじゃ武道館無理なんで。いや、武道館だと思ってここを。やらせちゃう。ラララララララ、愛してる新潟。ごめんなさい。新潟へ伝わりました。コメントが難しい。あと、アイドル系桃色を。はい。いいですか？私、桃黒のかなこちゃんモノマネできるんですよ。本当ですか？あ、茶畑のシンデレラといえばって言ったら、かなこって言ってもらっていいですか？茶畑のシンデレラといえば、すごい。ありがとうございます。エクバヤクイの宇都市アナ、19歳、桃高菜子です。いかがでしょうか？似てる。似てます？本当ですか？ちょっと
ちょっと本当に思ってない。今保育の学校に通ってて、4年間大学時代アルバイトで保育しちゃってたので、ちょっと行きます。そうね、そうだね。子豚が道をブーブー歩いてる。見てくださってる。ブーブー、なんだかとってもいい匂い。鼻が伸びて、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 そうなんですよ。ゾウさんになっちゃった。どこ見てるの？嘘、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 今ここで滑らない話一つしてもらってもいいですか？滑らない話、あ、今日仕事、介護の仕事してるんですけど、あの朝起こしに行って、おばあちゃん起こしに行ったら、学校早く行けよって言われて、もうちょっと面白い話期待してました。あなたたちの特技や自慢を教えてください。自慢、自慢、自慢、面白いところですね。え、面白いと自分で、はい、自分で言っちゃうぐらい面白いです。え、ちょっと面白い話とかしていただいていいですか？あ、面白い話は特にないんですけど、もう日々がもう常に面白いみたいな。ギャグとかできるんですか？あ、ギャグとかはできないんですけど、もう、もう歩いてて面白い。羨ましい特技。え、感じないです、今、今のところ。感じないです。え、今のところ感じないんですけど。感じないですか？なんかちょっと、え、俺ここ面白いよみたいなのあったら、ちょっとアピールしてもらえないですか？まあ将来は YouTuber になろうと思っているので。ちょっと今ちょっと爪痕残した方がいいと思います。あ、いいですか？ブンブンハロー YouTube。 それってオリジナル？あ、オリジナルですね。身長おいくつですか？194。今後目指す身長っていうのはありますか？いや、特にないですね。もうこれ以上は伸びなければいいなと思って。普通の店だとあんまり大きいサイズがなかったりするので、ネットとかで探すのがちょこっとだけ大変です。山中アナのモノマネを見ていて、ちょっと私もやりたくなったんで、うん、おい、ほら、しんのすけだぞ。この VTR とっても楽しかったぞ。さすがです。本当にうまい。失礼しました。